ピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。で、最近ね、みんなでバトルをやってくださいっていうコメントがね、結構いただくんですよ。それツイッターの方でもね、結構来ちゃってて、そんなに僕のみんなのバトルが見たいのか。すいません、調子乗りました。いや、そらないぜ。何あのピンク隊の人たち、強すぎでしょ。いや、でもコインを67枚以上取ってからゴールだね。っていうことはね、ゴール条件さえ奪えば勝てるチャンス、ワンチャンあるよ。ちょっと上連れてって、上連れてって、上に連れてってくれねえか。それじゃあコインを67枚しっかり集めていきましょう。ね、ここはみんなでしっかり集めていこう。ちゃんと集めないと。ゴール条件来ました。ちょっと待って、どかに入るのミスっちゃった。大丈夫。え、どうしよう。これはナイス。ゴールは、ゴール条件どこ。左か。ゴールの位置だけ確認しておこう。ゴールどこだろうね。右に行けばゴールがある感じから。なるほど、ここでゴール条件。おお、周り危ないことすんな。やった、来た、やった。赤隊に勝ちました。赤キングだね。もう僕はもう赤隊で、僕はもう赤隊で最強です。これは最初譲らね、最初絶対譲らね。でもこれモテるやつでしょ。邪魔しないで。よし、このまま右で走っていこう。これが正解なんじゃないのかな。よし、このままゆっくり行こう。大丈夫、絶対これやってるよ。なんかクッパいるけど、このまま右にドカに入っていきます。こっちは何なんだろうね。こっから本編開始みたいな。待って、ここでキノコ取ろう。うわ、キノコ取れなかったのは痛いな。とりあえずゆっくりブンブン倒す。ポッ、ブンブン倒してどうなる。多分この右側にあるね、ドアに行くと思うんですよ。やっぱりか。ここでハテナ取ります。ハテナ取って、待って、キノピー、キノピー、キノピー。タンタカタンタカタンタあ、キノピー戻ってきてるよ。でもルイージとキノピオが先に行ってるな。ここでまずキノコは取らない。次で取っておこう。次のこのハテナブロックでね、取っておいた方がね、結構安全なんだよね。そしてさっきここキノピーに踏まれたもんな。で、このまんま、うーわ、西親父邪魔くせえ。こんなところでも邪魔してくんの。トロールコースですか、ここは。最後にさ、クッパかなんか倒さないといけないみたいな、そんなコースだと思うんですよね。あ、ほらほら、なんか倒してるでしょ。こいつを倒していける。さあ、よし、誰、私だ。逃げろ、上から逃げろ。上からだったら踏まれることはない。そういうことでしょ。うわ、邪魔くせえ、あのルイージ。誰か、そこだけは譲って。あー、譲らねえ、絶対譲らねえ。キノピオ、待って、譲って。来た。うわ、待って、もうこれやめてって。もうそんなことは、もうこんなの拉致が開かねえじゃんか。それでも僕は譲りません。さあ、キノピオおいで。おーし、オッケー。僕に譲るしかないんだよ、みんな。僕が取ったんでしょ、だから僕に鍵譲ってよ。頼むって。ナイス、ルイージ、ありがてえ。これは僕の勝ちなんじゃないの。いけ、ムーンウォーク、オド倒し。今日ね、髪切り行ったんだけど、あの、切ってくれる人がさ、どんな感じにしますって言われてさ、ちょっとたまには短髪もいいかなと思って、短髪にしてくださいって言ったんだよね。そしたら髪の毛がね、短くなっちゃったんだよね。いや、短くなるの当たり前なんだけど、短くなりすぎてて、もうデコとか丸出し状態で、ちょっと今までにないぐらい短さでね、恥ずかしいなって思うんですけど。それじゃあ早速やっていきましょう。よし、落ち着いてこ。あ、みんなやられてない。なんかさ、マリオ以外なんかやられた感じしなかった。ほら、熱い。おお、ここはトロールですか。あれは下から行ったらもうゴールできるね。ありがてえ。はい、これで下から誰か出てくるみたいな、そんなパターンないよね。あ、これみんなでゴールできんやつやったね。うわ、これ難しそうじゃない。これ投げられたら一発で終わりじゃんか。せめてあの最初のこのハテナは取りたい。頼む、取らして。いや、もう取らない。なんか悪いことした気分。うわ、突然が襲ってくる。壁、お前かよ。多分ね、ここ結構難しいと思うんだよね。だからまだ多分大丈夫だよ。まだ取り返し効くと思うんだよね。さあ、これは下から行った方が多分遅い。はは、邪魔くせえ。よし、回転ジャンプで。あら、鍵いるの。こ
100万ドカー行ったら鍵手に入れれるとか、こんなの無理でしょ何考えてんのこんなのすでに右行ったらいけるこれ。いやでも邪魔されるよね。鍵を手に入れ、それが僕の今の目的。さあ早く倒れてくれ、鍵を出してくれ。何やってんの、一人でこんなところで。僕は本当に合ってんのかな。ねえ合ってる、こっち鍵を手に入れることができたけど、このまま右行ってゴールがあるみたいな、そんな感じでいいよね。なんでゴールなんだよ落ちどころくれよ。今のところは絶対落ちがいるところでしょ。マリオメーカー、そうだね、マリオメーカーだね。なあ面白そう、すげえシンプルなコース面白そう。来ました、あとパックンに気をつけよう。よし、ハナは来なかったね。で、ここでジャンプ、ナイス、ありがとう。ああ、あ、優しい見た、今のキノピオちゃんととどまってくれたね。あのキノピコの名前見ておこう。不動産好き。うわ、最初カエルあるね。あのカエルちょうだい、頼む、ちょうだい、カエルだって。よっしゃー、カエマリ、カエマリに乗っていきます。さあこのまま頼む、水中ステージやってくれ。なんでみんなカエル取っていかないの。ねえ、そんなにカエル必要ない、絶対いるよこのカエル。右に行きます、こっちが正解でしょうきっと。水中来ました。嘘、そこでカエルあんのかよ。あのキノピオがね、さっさ行ってるんですけど、これ邪魔臭くないこの魚。大丈夫、当たってやがんの。自分も当たってしまったやべえ、これはやべえぞ。カエルになりたい、カエルにならないとあのキノピオを抜きようがないな、これ。さあそれじゃあ次の場面。うわ、カエル取りやがった。でも水中じゃ、いや違う、陸上じゃカエル いらないよねきっと。なんで僕の方が早い可能性がある。おっ、よし、ナイス、魚、ここで魚待つ。あ、待って、やべやべさあここはキノコを取ってクリボーと一緒にあの砲台を渡る感じか。いや大丈夫、乗して乗してって、頼む。よし、ナイス、でこのちゃんとしていこう。で右、よっしゃみんなぶつけていって大丈夫ですかね、うまくないですか僕今の。ここで3回きっちり倒していこう。もう邪魔くせ悔しい、今のシャガジャンすればよかったんだけどな。ディルルディルルディディルルディルルディディルル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 ル。さあ今回のね、このコースの名前リメイク 2-1 って書いてたんだよね。まあ 2-1 のがね、どんな感じなのか全然わかんないんですけど、ちょっと上手くないですか今の。ほっ、よし、ここは負けられん、こんだけ差をついてたらもう負けられないよ、多分いけるはず。よし、もうやったこんだけ差、うわ、どっから来たあのキノピコ。来ました、こんだけあれば勝てるでしょう。さあここでみんなで待っておきますね。やっほー、やっほー、やっほー絶対奪われるこんなことしたら。え、意外とみんな来ない感じ。さあ、危ないありがとう、待ってくれてるんだね。あ、ごめん、違うんだって、ブロックの下で待つつもりだったんだって。キノピー、キノピそういうつもりじゃなかったんだって、ごめん。ゲームオーバーになったら簡単になるコース、わかりました。一旦やられて、あの右下のドアに入れっていう感じだね、この旗の下の、そういう感じでしょ。なんで一旦やられます、これが正解でしょ、きっとこれでいいよ。そしたら下のドアに入れる。さあこっから簡単になるんでしょ、どんな感じなんだろう。あっつい絶対、おい、ずるくないですかそれ、全然ゲームオーバーになったら簡単になってないや、むしろ時間の無駄だったじゃん、ただの。おい石おやじでも最近こういうコメントももらったんだよね。この竹垣に立てかけたのは立て立てたとか立て立てたっていうね、早口言葉を言ってくださいって。ちょっとね、挑戦してみようかなって思うんですよね、これ言えるんじゃないかなと思って。せーの、この竹垣に立てかけた立てかけた立てかったった。まあ予想済みですよね、こんなの。やべえスターを取ったもん勝ち、頼む。いやマジかよ、いやでもここキノコがあるんで、このキノコを取って右に走っていこう、多分それでいけるはず。大丈夫、頼む、ここで一旦ストップしようかオッケーオッケー、
あのもうスター切れるでしょ、やつはスター切れるじゃ、まずい、一旦このあれ取っておこう、ハンマー取っておいて、ここで右に走っていく、大丈夫、こいつらを抜け、え、パックンを4体倒してからゴール、来ました、来ました、来ました、え、いつ倒したんだろう。いや、さっきの竹なんとか言えないけど、生麦、生米、生卵だったら、早口で言えるよ。生麦、生米、生卵。どうよ。さて、今回ね、氷を走って帰ってたんだよね、コースに。このさ、カート取っていく。頼む、邪魔しないで、青いの、青いの、おりゃ、くそ。よし、ナイス、のこのこ、そいつを邪魔していけ。くっそ、抜かれてしまったな、青いの。ひどくないですか、なんか今日バトル用コース多いね。さあ、類似なんで黄緑いきます。よし、始まったね。こっからどういう感じのコースだろう。全然意味わかんない。とりあえずこのまま行っていいのかな。進んでって左にボムがいるね。あのボムを蹴ってまたさらに先に進めっていう感じか。オッケー、わかりました。落ち着こう。あんま左行きすぎるとボムにやられちゃうからね。さて、ここでどういう感じ、これ全員壊せみたいな感じか。ほっほい、いや楽しいね、こういうコース初めてだね。で、ここでチャッカマーンでしょ、きっとそういう感じでしょ。オッケー、チャッカチャッカ、早くチャッカチャッカ。うるせえ。これ僕今1位なんじゃないの。結構いいところまで来てるよね。さらにここでベッドをかぶって上に行けっていう感じか。オッケー、ここは何が出るんだろう。これはベッドが出てきた。あ、なるほど、ここで上に上げてくれる感じか。砲台を上、上、上野さん、上野さん、上野さん、上。熱いんじゃないのこれ、勝ったんじゃないのかな。やったほねさあ、この骨のコース僕は負けるわけにはいかないね。もう骨って言った手前、やべ、あいつ左だけど来ない、大丈夫。オッケー、よし、当てに入れなかった。上から行こうか、上から、骨。それじゃあこれで最後にしようかな。これさ、ブロックタワーって上行けって書いてるじゃん。これ右に走っていけばいけるんじゃないの。で、そういう風に勢いがつけれねえ。でも上に行けって書いてるから、ちょっとルイージみたいに上にどんどん進んでってみようか。それが正解っていうパターンもありえるよ。ちょっと待ってね。ほっほっほっ、よし、邪魔してルイージ、よし、これは勝ったんじゃないの。やった。これは笑うでしょ、こんなの笑うしたら。一発マリオ得意な僕はこのコースをぜひ勝ちたいと思います。頼む、頼む、いやー、やったギリギリ届いた。それじゃあどうもありがとうございました。って割れるか、これで。うわ、いいね、楽しそう。あの次ゲーム、アイテムもらえそうじゃない。亀投げてくんのかな、アイテム投げてくんのかな、どっちかだと思うんですけど。亀トゲまでおまけでつけてきやがった。あ、ここで誰か倒してるよ。上行けばワンチャン、ほら、これ安全じゃない。ありがてみんな待っておきましょう。左の土管から入ってもさ、上のあの土管に出れないでしょ。僕バネで塞いでるから多分大丈夫と思うんですけど。待って、ルイージが来やがった。あはははは、うそ、ルイージ待って。うわ、さっきのマジでショックだったな。どんくらいショックかって言ったら、もう今日髪の毛切ったぐらい。あ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。